カルメン・モントン・ヒメネスは、スペイン・バレンシア県、ブルハソット出身の政治家、スペイン社会労働党所属。2018年6月7日から2018年9月12日まで、ペドロ・サンチェス内閣で、厚生、消費、社会福祉大臣を務めた。1976年に、バレンシア県ブルハソットに生まれ、バレンシア大学で医学を学んだ。 スペイン社会労働党の青年組織に加わり、1999年にブルハソットの自治体議会議員に選出された。2004年にはバレンシア県選挙区からスペイン会議員に選出され、2008年には会議,議員に再選された。2015年から2018年にはバレンシア州の地域健康カウンセラーを務めた。モントンは既婚者であり、子供が一人いる。 2018年には国民党のマリアーノ・ラホイ首相に対する不信任決議が可決され社会労働党のペドロ・サンチェスがスペイン首相に就任するとモントンはサンチェス内閣の構成、消費、社会福祉大臣に就任した。2018年9月オンライン新聞のエルディアリオによってモントンがほとんど授業に出席せずにフワン・カルロス王大大学の修士号を取得したと 報じられた。ジャーナリストからこの疑惑に対して質問された際、モントンは通学したはずのキャンパスがどこであるか答えられなかった。モントンは記者会見で終始論文の表紙を見せたが、ジャーナリストに対して中身を見せることを拒んだ。その翌日、モントンは厚生、消費、社会福祉大臣を辞任することを発表した。これ以外の問題として、 モントンが表した論文の重要部分が、ウィキペディアなど他の出版物からのコピペであることが明らかになっている。公認の構成、消費、社会福祉大臣には、マリア・ルイサ・カルセドが就任している。ありがとうございます。